GUI プログラムを作りましたんで実行しますね。はい、この真っ黒い画面、これ出ないでほしいよね。だからこれが GUI プログラムですから OK と押しますよ。でこう練習用にねメッセージボックスが出て、でキャンセルを押すと終わる。いやだからこの黒い真っ黒い画面いらないんですけど、これね、それでこれ手数にはね、ソリューションエクスプローラーソリューション選んで、プロジェクト、はい、プロパティで、ここちょっとややこしいんだけど、 C++ の下にリンカーってあるでしょ。これ開けますよ。システムってあるでしょ。はい、ここを変えます。ただ注意点としましては、これね、構成、すべての構成、プラットフォーム、すべてのプラットフォーム、これ事前にご確認ください。ここがデバッグだけになってるとかね、ここが X64 だけになってるとか、そういうことがないように、全部に対して適用しましょう。すべての構成、すべてのプラットフォーム確認したら、はい、サブシステムです。これを、こっち Windows にまずこれやります。はい、 OK で、ビルドしますよ。何が起こるか。失敗です。まずは失敗するんですよ、これ。で、どういった種類の失敗なのかというと、エラーリンクの2019、未解決の外部シンボルウィンメインが貫通イント、これも難しい話になってますね。 C デクラレーションってことですね。インボークメインカッコボイド、もうどんどん難しくなってる。で、参照されましたと出ます。はい、これはどういうことかっていうと、先ほどの切り替えにより、これはもう無効、単なる関数、メイン関数じゃない、まあメインって書いてあるけど知らない関数になってしまったわけです。つまりプログラムが動き始めた時に呼び出されるのがメイン関数でしょっていう話がなくなります。そこが問題ですね。ですからね、本当のメイン、これ本当のメインじゃなくなっちゃったわけ、さっきの切り替えにより。本当のメインを書きますよ。 GUI プログラム用のメインです。まあそれがここにありました。これです、ウィンメインです。それがないよっていうエラーなんですよ。はい、じゃあウィンメイン、ここだけ変えればいい。はい、変えます。こうです。記述量が多いね、これね。まあこの通り書いてください。イントでしょ、まずね。 API エントリーってありますね。ここは呼び出し規約というものです。で、関数名、ウィンメイン、さっきだからないよって言われた関数名で、これアノテーションと言いますけども、これもこの通り書いてください。で、 H インスタンス、ここ大文字で、 H だけ小文字で、これまあハンガリアン記号などと言ったりしますけどね、ハンドルですよ、まずインスタンスハンドル、そういう。それからまたアノーテーションがありまして、インオプト、オプショナルですよ、この引数ないかもしれないですよって。で、 H インスタンスでしょ。で、 H、 これはプレビアスインスタンス。まあでもちょっとこれね、馬鹿げた話です。もう何十年も前に終わった話です。プレブインスタンスって何ですかっていうと、前のインスタンス、前のって何の前の。例えばメモ帳をね、2枚開いたとしてください。メモ帳、はい、開く。このようにメモ帳が今出てきました。もう1枚開きます。これとこれは無関係です。別インスタンスだから。メモ帳というプログラムは1本でしょ。
ノートパッドエグゼです。だけど、2回動かしてるわけです。こっちは、だから、先に動かしましたね。で、こっちから見ますと、前のインスタンスです。っていうのが、しかしそれは、何十年も前の話です。Windows 95より前の話です。16bit Windows の時代です。で、その前のインスタンスに何の関係があるのかっていうと、昔はメモリーを両方で共有してた。メモリーが見えてた。メモ帳同士じゃなくて、他のアプリケーションでも、他のプログラム、他のプロセスからも、もう全部見えてた。っていうめちゃくちゃな世界、昔はね。っていう、そういう意味ですね。このプレブインスタンスっていう。まあ今はヌルなんです、これは。これは、まあこう書いてもいいです。消しますよ、ここ。消えていいんですよ。C++ ではない。C 言語ではダメだけど。はい、このようにしたり、こうしたりします。C++ では。使わないから、いらない。インオプショナルってなってますけど、オプショナルどころかないんです、これは。もう終わった話、何十年も前に。次です。LPCMD ライン。これはコマンドラインなんですけども、コマンドラインの引数が文字列で入ってきます。次、NCM でしょう。起動したときに、画面をちゃんと表示するのか、隠しておくのか、とか、小さくしておくのか、アイコンの状態にしておくのか、それとも最大表示するのかなどなど、いろんなオプションの指定ができるんですけども、それが何が指定されているのかという、まあショートカットを使った時に指定ができるわけなんですけども、まあどうでもいい話です。初めのこういうね GUI プリの練習をする場面におきましてはどうでもいいんです。だからこれらの引数はまずもうどうでもいいんです。いいんだけども形が決まってますんで、この通り書いてください。あ、ここはC++ の場合はこうですけど、 C 言語の場合は変数名、引数の名前ね、これが必要になるでしょう。これだけなんです。別にあといじらなくてもいい、これだけ。じゃあ実行しますよね。黒い画面出ないでしょ、ちゃんと GUI プログラムが動いて、もう終わる。黒い画面出ない、嬉しい。え、画面なんか左上に出ちゃって嫌なんだけどって。いや、まあそれ別の話ですよ、別の話だけど、ちょっとやっときますか。リソースビュー、はい。ああ、これね、他のエディターで使用中っていうのはこれ開いてるから、リソース .h、こういうものを閉じます。で、改めて、そしたら出てきた。はい。ダイアログ。これね。で、右ボタンを押す、プロパティ。これ、1、センター、フォルスってなってるでしょ。センター、トゥルーにしますよ。それだけの話ですよ。実行しますね。センターになったでしょ、というわけです。まあこれちょっと今回の動画に関係ない話ではありましたけれども、以上になります。今後とも GUI プログラムについて動画を作ってまいりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。